ホッセサンドは、アルゼンチンコリエンテス州出身のサッカー選手、デポルティボカリ所属、元アルゼンチン代表である、ポジションはフォワード。相手の守備の盲点をついてゴール前で得点を狙う、優れたストライカー。CA リーベルプレートのユース時代は、カブリーグの歴代得点王として、名を馳せていたが、一軍デビュー後は出場チャンスがつかめず、レンタル遺跡が続いて、 自信を喪失していた。1999年は CA コロン、2000年は2部の CS インデペンディエンテ、リバダビアに在籍した。2001年にはブラジルの石井、ビトリアに移籍した。2004年にはリバープレートに復帰したが、2005年から2006年は CA バンフィールドでプレーした。コロンを経て2007年から CA ラヌースに在籍する。 ユース時代の功績を知っていたラモン・カブレロ監督からレギュラーとしての大役を任されて開花し、最初のシーズンで15試合15得点の活躍を見せてファンの信頼を勝ち取った。アペルトゥーラ2007では最終戦でボタジュニアーズに対して先制点を挙げるなどし、クラブ初のリーグ優勝に導いた。クラウスウラ2009では14得点で得点王に輝いた。 2009年8月、UAE リーグのアルアイン FC に移籍金約100万ドルで移籍。アルフィオ・バシーレ代表監督にカルロス・テベスの代役として招集され、2008年10月15日のワールドカップ予選チリ戦で代表デビューした。ありがとうございます。